はい、多分分かったんじゃないかな。多分分かったんじゃないかな。こっち。村井さん A。A。こっち？村井さん B？ B。分かれた。くちゃくちゃ、おめでとう。一連勝中。え、どう違いますか？こっちの方が濃かったです。こっち、え、もう分かりやすく濃かったですか？味の濃さだけで言うんだったら、龍内さんはどう思ったんですか？なんかまろやかかなって思って。どっちが？こっちの方が。あ、それは思った。あ、それは思った。あ、それは思った。まろみがある。あ、まろやかな方がむしろ上品だから高いんじゃねえかって、そういう、あー。